皆さんこんにちは。速習型講座を担当します講師の坂本です。今回はですね、記述式問題の効果的学習法ということですね、まあ話の方をしていきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回はですね、記述式問題のまあ学習法についてなんですけども、まあよくですね、まあ受講生の方から記述式の過去問、あるいは記述式の答連だとかね。 そういった記述の問題ってどういうふうに学習をすればいいんですかと、まあ、1回解いた後にもう1回やるときどういうふうな視点で問題を見ればいいんですかと、まあ、よくです、ね、使い方がわからんということですね質問を受けますので今回は、ねまあ、その記述式についての学習の仕方ですねそこをメインに紹介の方をしていきたいというふうふに思います。でまあ、ここのの記述式につきましては、ねまあ、どかから出るのか といいう知識面についてはちょっと別の YouTube の方で収録の方はしたんですけどもえまあ簡単に言うとですねこの記述式のまあ特に過去問ですよね記述式の過去問をやることで本番の記述式同じ知識が聞かれますかっていうとこれ同じ知識は聞かれないですかね記述と記述が同じっていうのは基本起こりえないんでえまあそういった意味では何のためにこの記述式の過去問をやるべきなのかっていうと過去問の記述式から 本試験の卓一式ですこの択一の方ではまあリメイクされてよく出るんですね、えー、そういった意味ではねしっかりとこの過去問の記述式もまあ学習はしなければいけないということになりますでこの学習のやり方なんですけども基本的にはですね卓一式の過去問とも扱い方は同じですどういうことかっていうと、まあ、私の授業をね聞いたことがある方はわかると思うんですけども、まあ、問題と答えの間にですね 必ず理由付けこれを持ちながら問題演習を扱うということです具体的には3つの視点がありますね問いの内容をしっかりと把握することその上で正誤判断に必要なキーワード理由付けを行っていきながらです、ね、問題を解いていく必要があるということですねこのの問いの内容を拾う キーワード理由付けをしっかりと行いながら、ね、問題を解くという意味では記述式も択一式もあるいは多種選択式も基本はこれ同じなんですね今回はですね、まあ、1問の過去問を使いながら具体的にこういうふうな視点で問題を見るといいですよというのを、ね、扱っていきますけどもその扱うテーマはどちらになるかというとこのテーマで話の方をしていきます えまあすでにです、ねえー、まあ受験経験がありますよとか、あるいは学習がもう行政法まで入ってますよという方は分、ねえー、かると思うんですけども、まあ、行政上の強制措置、まあ、こういうテーマを、ねえー、記述式の問題を使いながら、えー、今日は話の方をしていきます、まあ、この行政上の強制措置ですけども、直近の10年間の出題実績はどの程度なんですかっていうとこんなにたくさんあります。 もうはっきり言っちゃうと、この行政書試験において、一番出題頻度が高い、出題要素が高いテーマはどれですかと言われたら、私であれば、まあ、この行政上の強制措置を挙げるかなというふうに思います、まあ、だってこんなに出てますからね、すごくないですか、過去10年間の過去問分析データなんですけども、この10年間で出題されなかった年は1回もないんです。でさらに 1>, 1年度に2問出題された回数は何回ありますかというと10年間のうち7年間も7回もこれ2問出題されているんですねでさらにこの10年間で記述式で出題された回数は3度もあるということです、まあ、そういった意味では、ねえー、まあこのテーマからまたねこの2019年の本試験で 記述が出るかというのはちょっとわからないですけどもただ一方で卓越での予想はかなり高いというところになりますので今回は、ね、このテーマをメインに扱っていきたいなというふうに思います、まあ、具体的にはですねどの過去問を扱うかというとこちらになります平成28年度の問いの44番ということですね、まあ、一番直近のこのテーマからの記述式これを、ね、扱っていきたいなというふうに思っています えーまあ、問題としましてはこちらですよね、えーまあ、ちょっと見づらい方はです、ねえー、もしご自宅で、えーまあ、聞いていられるようでしたら、まあ、ご自身の過去問を見ていただいても結構です、まあ、ちょっといきますね、A 氏は A 氏路上喫煙禁止条例を制定し、同氏の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙したものについて、2万以下の過料を課す旨を定めていると、X は路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、 同市が採用した路上喫煙指導員により発見されたとこの場合 X に対する過量を課すための手続きはいかなる法律に定められておりまた同法によればこの過量はいかなる期間により課されるかさらに行政法学においてこのような過量による制裁を何と呼んでいるかということですねちょっとポイントを整理しながらいきますよまず上の一段落目が事案ですよね どういう事案なのかというと、まず A 氏が路上喫煙禁止条例を設けるわけです。で、この区域内で喫煙したものについては、2万円以下の過料、ペナルティを課すと、まあ、こういう規定を置いているわけですね、条例で。で、X は何したかというと、まあ、その禁止区域内で、まあ、喫煙をし、さらに発見されてしまうということです。 ってなればこの X に対して条例にもついて過料を課すということになりますけれども、じゃあ問われている内容は何ですかというと、2段落目のこの場合の後です。X に対する過料を課すための手続き、これはいかなる法律に定められており、まずはいかなる法律に定められているか、これを書く必要があります。また同法によれば、この過料はいかなる期間により課されるか。 2つ目の書くべき内容は、いかなる期間により課されるかということですね。で、3つ目として、さらにの後です。えー、行政報告において、このような過料による制裁をなんと呼んでいるか。最後、3つ目の書くべき内容は、何と呼んでいるかということですね。まあ、この記述式の問題、これ、特にあたっての注意点としましては、まずは事案を正確に把握することです。まあ、どういう場面で、誰がどんなことをしてしまったのかな。 ということを正確につかむことでその上で問いの内容ですよね、えー、この場合というフレーズの後に問いの内容が来ることが多いですけども、まあ、こういった形ですねこの問いであれば2段落目ですけどもこの場合の後のところで、まあ、X に対する過料を課すための手続きこれが聞かれる内容ですよねでこの聞かれる内容に対してじゃあ書くべき内容は何かっていうのを正確につかむことです今回は3つですね いかなる法律、いかなる機関、なんと呼ばれているかということです。で、少し、えー、まあ、学習をされている方であればね、いっここで動画のほうを、まあ、止めていただいて、えーまあ、ご自身なりに回答を出してですね、えー、まあ、続きを見ていただければというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。で、えーまあ、今回ですね、えーまあ、この問いに対する回答は、まあ、こういう内容になりますね。えー、地方自治法に定められており 普通、地方公共団体の庁により課され、秩序罰と呼ばれるということです、この記述式の学習については、まずは問題文をしっかりとまあ解いて、ですね問題文を読んで、事案をつかむ、問いの内容をしっかりと把握する、それらをまあ検討した上で、もうこれ以上、もう答えは今出ないなっていうふうになったら、もう答えを、解説文の答えを見ちゃっていいですかね。 で見た上でじゃあ何するかというとこれが記述の勉強で一番大事なところで答えを見た上でなんでこの回答になるのかということを問題文から検討することこれが大事な学習法になります答えを見た上で問題文を再確認してなんでこの回答になるのかなっていうのを検討するんですよ これをやらずにですね、解説文だけを読んで十分ですかというとちょっと不十分なんですね、えー、なので必ず問題文に戻って何でこの答えなのかなというのを検討していく、えー、これを、ねえー、心がけていただければというふうに思いますで今回です、ね、答えとしては3つありますよね書くべき内容が3つあってまず検討していくのがこの秩序罰という答えですよなんで今回の問題 についてまあ秩序罰という答えが上がるのかということですね。でそもそも秩序罰って何かっていう確認をしていきますよ。まあ、この秩序罰というものはです、ね、行政罰にえまあ含まれるものですけども、まあ、そもそも行政罰とは何かっていうと行政上の義務違反に対して課される制裁でしたよね。で、その中にまあこの制裁の重さに応じて 行政刑罰と秩序罰2つ準備されています行政刑罰というのは重大な義務違反を犯罪として処罰すると、まあ、これ、犯罪として扱いますよというのが行政刑罰なので、下の括弧のところを見てもらって、制裁の種類がまあ刑法に載っている制裁と同じなんですね、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料ということです。ちなみにこの 金金庫罰金交流過量これもよく聞かれるんで、今回の記述では聞かれてないんだけども、よく択一では聞かれますので、しっかり、懲役、金庫、罰金、交流過料、これは覚えておくようにしてください。ちなみにここね、語呂紹介しておきましょう、懲役の貯金庫の金、罰金の場、交流の子、過料の課、それぞれの出だしの言葉をとって、貯金箱か。 で覚えとくと、まあ、最初のうちは覚えやすいかなというふうに思いますでこれがまあ行政刑罰ですよね、えー、まあ犯罪として処罰しますよというのが行政刑罰一方犯罪とは呼べないような軽微な義務違反に対して制裁を科すのが今回の答えにあげる秩序罰なんですね、まあ、制裁の種類は過料過ち料ということになります で今回、じゃあ問題文の中からなんでこの秩序罰を導き出せるのかというと問題文の3行目のところに秩序罰の制裁の種類である過料という言葉が使われてますよね過料というキーワードが使われていますでさらに2行目のところでは上から2行目のところでは路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙したと。 まあこれが要は軽微な義務違反と言われるものです、まあ、確かにこの、ね、街中で特に路上喫煙禁止となっているような、ね、場所で、まあ、タバコを吸う、まあ、確かに、まあ、ルール違反、マナー違反だとは思いますけどもただそれがじゃあ犯罪ですかというと、まあ、犯罪とまでは、ね、呼べないんではないかなというふうに思います。 まあそういった意味で,ですね今回、軽微な義務違反だというのがまあ事案からわかるわけだしでさらに、過料という制裁の種類ですよねえまあこの2点からですねまあ回答として秩序罰だというのがわかるわけですねでさらに、続いて秩序罰としての過料を課すための手続きまあ今回、回答としては地方自治法に定められており でさらに、普通地方公共団体の長により課されると、まあ、この過料を課すための手続きがなぜこの2つなのかという点です。で特に、この答えをです、ね、覚えちゃう人、これ、本番で引っかかる可能性ありますからね、えー、地通罰の過料を課すための手続きは、これ、1つじゃないんですよ。今回の答えに挙がっている地方自治法を根拠とし、 地方公共団体の長が課すというのはこれ1つの場面で当てはまる手続きなんですねこれ別の場面だと手続き変わります同じ秩序罰の科料であったとしてもこれ変わるんですねどういうふうにこの手続きを定めているかというとここはですね秩序罰の科料を課すための手続きは地方のルール違反の場合と 国のルール違反の場合とで手続きを分けるんです。これをしっかり押さえてください。秩序罰の過量は、地方のルールである条例や、庁の定める規則に違反して課す場合には、今回の答えのように、地方自治法に従って、普通地方公共団体の庁が課すと、この手続きになります。一方で、この秩序罰としての過量が、 法律や命令、いわゆる国のルールに基づいて課される場合には、これ、手続きが変わります、主張事件手続きをに従って、裁判所が課すということで、手続きが変わるんですね、でちなみに、余談にはなりますけども、上の行政刑罰、犯罪としてまあ処罰しますよという場合の手続きはというと、これ、刑法令に載っている懲役、金庫罰金、拘留、過料を課すわけですから。 刑事訴訟法に従って裁判所が課すということなんですね、まあ、この3つの手続き、まあ、制裁を課すための3つの手続きは本当によく聞かれますのでここはここでしっかりと押さえておくようにしてくださいで今回の記述式の問題はたま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 秩序罰の過量が地方ルールに基づいているというそういう問いだったので答えが 地方自治法に従って普通地方公共団体の長によって課されますよと。まあ、こういう回答になったわけですね。実際に問題文の方でキーワードを確認しておくと、キーワードは1行目の条例ですよ。1行目のところに条例というふうに上がってますよね。で条例に基づいて今回過量課すとで。この過量課すための手続きを聞いているわけですから、回答として地方自治法に 定められていますよでさらに課すのは普通地方公共団体の長ですよとまあ、こういう回答になるんだということですねなんとなくわかりますかね要は問題を見たときにここなんです問題見て答えを見た後になんでこの回答になるのかということを問題文でしっかりと 検討を加えていくことなんですねこれを普段からやっていただけると本当にですね有効な記述式の学習ができるんじゃないかなというふうに思います、まあ、今回ね短い収録の時間ではありましたけどもちゃんとですねこの3つ紹介させていただきました問いの内容キーワード理由付けですけどもまずは問いの内容は問題文でいうとここですよねメインはここでした彼を課すための手続きこれを聞いたわけですでその上で まあ答えを出すための重要なキーワードが、過量、まあ、これは秩序罰という言葉を出すために必要なキーワードでした。で、手続きを書くために必要なキーワードは条例でしたよね。で、じゃあ、理由付けはっていうと、まあ、2枚のスライドになりますけども、この2つということですね。よろしいでしょうか。 まあ本当にです、ねえー、まあ地道な作業にはなりますけれども、本当に問題を扱うということについては、とことん質の追求ですね、ここを考えながら、普段からやっていただけると、えー、まあ今年の合格が、ね、より近づいてきてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひです、ね、頑張っていただければというふうに思います。さて、そうしましてはね、実感になりましたので、私のほうからは以上ということにしておきましょう。それれでではお疲れ様でした